さあ配信ですね。さあ握手で始まりました。カバレージによって写真撮られてるところですかね。はい、実験の狂乱手札にありますね。じゃあもう西田さんの手札もレイフトの調和とチクレイナスが見えますね。そうですね、除去があるハンドをキープできたのは霊吉にとってちょっとプラスかなというところで。なるほど、1枚カードをさばくだけでも全然さあ、はい、変わってきますからね。始まりました。鈴木さん、山を置いてターンエンドのようですね。おっと、これは霊吉ありがたい展開。ダメからちょっとクリーチャー走ってこなかった。おそうです、ね、裏も引いてしまいましたね。まあワンマリガン相当といったところ。はい、でこれ霊吉の昭和で持ってくる山ですね。これでエネルギーが2個溜まりました。6個溜まると霊吉の脅威を起動できるというので、はい、そうですね、はい。さあ2ターン目、赤タンは遁走する蒸気族を置いて、いやこれはありがたいですね、はい、何でも除去できますから、はい、2ターン目、まあ、ターン、ダメージ与えず2ターンが立ったと。このカードにチクレイナズマを打つとさらに2個のエネルギーが余剰で生まれますね、はい、ただウラモグが2枚。なるほど、さあこれチクレイナズマ、さあこれでエネルギーが4つ。はい、はい、もうなんか何でも、いやしかしエネルギーが溜まっちゃいそうですね。あ、そして3ターン目は回転ユフキでエンド、なかなかちょっとダメージを与えられていないですね。赤タン側は歴史にとっては、盤面はいいんですけど手札がやばいですね。ちょっとウラムグが2枚、ウラムグ2枚手札にある、はい。そしてチクレイナズマと霊気拠点と土地が2枚ですかね、ウラムグとの間に、はい、霊気拠点で、エネルギーは5つ、はい、はい、からの3マナ4で、ならずの先生、先生、はい、これ6ですね。はい、これで次のターン霊騎士の脅威引けばすぐに起動できるという状態です、ね、はい、いやこれもすごいカードですね。3マナ3人でワンドローできてさらにエンデーキが溜まると、すごいですね。どんだけある能力ついてるんだと。いやこのサイズはかなり異常なサイズですね。そうね、はい、なんかワンドローできるんだったら、まあ、11とかね、そうですね、サイズの普通なんですけど、3人は普通にもうコンバットが十分にできるサイズですからね。しかもエネルギー2はかなり有力なサイズですかね、はい、おっとここでもう実験の強弾出しましたね。いやただ盤面が弱い、はい、これは霊騎士が来た場合は、はい、追加、まあ、手札にはないようかな。 あるあれありますあれ。いやただランこれはランドがないですかね。ランドはない。あ、ウラムが2枚とコジレックリターン、コジレックの帰還とチクレイナズマ、霊騎士の調和、発生の器かな。そう、真ん中にあるのが霊騎士の脅威のような見 見えますね。はい、ただ土地がないのでここはエネルギー8は、はい、うん、さあここで持ってくるのは島ですかね、島か森か。この20を削るの大変ですよ。はい、森です。はい、森です。ただ実験の狂乱着地してるので、はい、試合は長くなりそうですね、これから。はい、まあ、ウラモグが2枚手札にあるの で、 そうです、ね、まあ、すぐにちょっと盤面崩壊とはいかない、どけることはできないでしょうね、うん、実験をこのまま追放するようなことはできない、はい、さあこれでまあ3人アタックしていくのでしょうかね。速攻を警戒して殴らないかもしれないですね、わかんないです、まあ、まあめくれば途中のはい、発生の器でエンド。あ、ここは、はい、ブロッカーのために残した。そうですね、まあ、もちろんコプター殴ってくるんですけど、それには除去打ってもいいので、はい、まずはヘッジランドを置いて、さあトップを見て考えています。これはまあ土地じゃなさ、あ、稲妻の一撃、はい、はい、これで3人の稲妻の生成矢は除去されました。さあ続いてヘッジランド素晴らしいですね。はい、遁走する蒸気族、さらにここは見ましたがヘッジランドを切るのかどうか、まあ、1マナクリーチャーがあったとしても使えないですが、はい、はい、ここは見切ったので違うカードですね、はい、さあ、先ほどから回転予期が出ているのでこの、蒸気族を登場させることは可能です。させそうですね、はい、もう全然ライフが削れてないので殴っていかないとどうしようもない、はい、まあ、鈴木さんとしては霊騎士の脅威引いてないことを祈るばかりという感じですね。そうですね、まあ、もしくはここで殴って除去を打たせればその発生の器で霊騎士がめくられるような展開はなくなるので悩んでますね、
押せましたが、これはどういう状況なのか。助教を悩んでいるんだと思います。あ、そうか、チクレイナズマが、もう一つ待って言ってたら、ね、あるのかな。はい、どうした、アタックしました。はい、で1枚引いてディスカード。さあ、捨てたのは、実況のキャラ2枚目ですね。いや、素晴らしい。はい、そしてソンコンマ同士が出て、奔走する上貴族に赤い地元ナイトのため1チクリ1チカンタが乗っていきます。さあ、ここでマナ4つ超え切ったので、これターン終了ですかね。発生の器を起動すると紅葉が達成するんですよね。はい、すると霊気の鏡を置いた後に石金をめくったら紅葉した状態で場に出てくるので、かなり強力な布陣を形成することができます。はいはい、あ、チクレイナーズ打ちましたね、ここで。はい、後続を警戒して打たなかったようでしたが、ここはコプターに、回転翼機にチクレイナーズも打っていきました。コジレックリターンで流してもいいので、そのために機体をどけたのかもしれないですね。なるほど、なるほど。ただランドは引かなかった。ようで、さあ、コジェクリーター打ちました。これにて、上貴族と、ソンコマ同士はやられてしまいましたが、さあ、ここで上貴族じゃなくて、実験の狂乱があるので、どんどんリカバリーしていきます。展開に付き合いますね、あんまり。はい、おっと、ここで稲妻の一撃乱撃斬と5点ダメージ与えてきました。さらに実験の狂乱は無限リソースなので、あんまり助教で付き合っても勝てないような気はしますが、はい、そこでフェッチランド起動しまして、さあ、ライブラリートップリフレッシュさせていきます。そうですね、ただやっぱりそうですね、遁走する上貴族を除去しないということは、実験の狂乱で、使えるカードの枚数が増えるということなので、やはり除去しなければいけないカードと踏んだか。さあ、ここでさあ、トップか何がめくれるか。もうすでに土地と乱撃山、稲妻の一撃と3枚めくっています。そうですね、まあ土地はもう置けないので、土地か、まあ、4マナ以上のカード、つまり実験の狂乱しか入ってないですからね。なるほど、それはもうはや置きたくないレベルか。まああとかなり、まあ、ライバリーは濃い状態に。そうですね、まあ、でも火力打っても勝てないので、はい、ここで、リアシーの盤面はいいですね、盤面を、はい、21のクリーチャー、さらに2点ダメージ与えていく。赤玉盤面を展開していきたいですね。はい、ここはトップは止まりましたね。はい、そしてターン返ってきました上品選手。おっと、ここでレイチ騎士の脅威、すでにエネルギーは6個溜まっていると思いますので、さあ、いつでも起動できる状態になっていきます。難しいですね。裏モグがないのが確定しているので、はい、狂乱の実験をどけられるカードがデッキにおそらく入っていないと思われます。はい、エムラクールをめくったとしても、実験の狂乱というカードのせいで、はい、そうですね、まあ、自分で自戒する、そうですね、自分で自戒することはできても、はい、トップから何かをその使っていくわけにもいかないというのが正直なところ。はいはいはい、三島選手は、あ、ここで、起動せずにターン終了ですね。そうですね、コンバット時にめくるのが一番盤面に与える影響を考えた場合は正しい選択だと思います。はい、さあ、トップ回山、そして2枚目は何でしょうか。2枚目、速攻クリーチャーのことを考えると、何であろうとも使うはずなんですが、まあ、例えばシソエルドラジが出てきた場合とかは本当に火力ではどうしようもないんで、はい、行きましたね。これは山だったんじゃないか、トップがちょっとめくれなかった、まあ、可能性はありますね。まあ、十分にイソスは、まあ、取ってかなり取っていますが、さあ、6枚めくってきました、歴史の脅威。さあ、ここで、めくれているのは、とりあえずチクレイナズマめくれているみたいですね。ちょっと弱そうですね。チクレイナズマですね。まあ、でもこれでエネルギーが2個増える、はい、まあ、6個使って2個増えるので、まあ実質4、まあ、次の段に追加のエネルギーを出せばいいので、はい、まあ、ここはお茶を濁していくと。そうですね、相手が速攻クリーチャーを展開するような動き見せなかったんで、トップが弱いと踏んだんじゃないでしょうか。はい、さあ、これ3回してきました。やはりちょっとトップには何もなかったようですね。そうですね、クリーチャーなら出さないはずがなくて、クリーチャーを期待するためには火力だったら打ち込んでいきたいので、はい、三島選手、ただ三島さんも霊吉も土地が止まっているので、どうアクションしていったところかというところでしょうか。はい、エネルギーを増やしていきたいですが、さあ、考えています。さあ、2マナ、はい、組細工ですね。組細工でランド、あ、違うか、あ、そうですね、ライフを増やしに来ましたね。はい、これ6点減2個出したので、6点減してさらに2枚目エネルギーがもう6つ増えましたので、はい、もう1回起動することができます。しかもこれでもうまた
さくればもう3点ゲイン、さらに今度は霊吉の脅威の自身の能力によるエネルギーの不要もあるので、はい、エネルギーが4個生み出されますからね。はい、さあ土地、おっと、いや何もなかったか、ま、どうだろうか、まだわからない。はい、しかしラムナクの遺跡が起動しなかったですね。はい、ということでこれターンエンドしたのでやはり何もなかった、何も山をめくってしまったのか。かなり上が山だったはずなのでそれを引いているので、さらにそこから山山というのはかなり珍しい、はい、ちょっと厳しいですね。2回目起動しましたが、うーんと何もないように見えます。ならず者の生成矢ぐらいしか、ね、カードを掘っていくか、その霊気の調和を打つか、ランドは欲しいはずなんですよね、はい、ただならず者の生成矢で引いてもランドがもらえる可能性ってのはあるので、確定する霊気の調和とはどっちがいいかなというところ、うん、サミシャン選手何を選択するでしょうか。ただ場に発生の器があるということは4枚めくってランドを探しに行くという選択肢も十分ありえます、はいはいはい、なるほど。本来であれば霊吉の脅威や、食木師の組細工のようなカードを加えるのが発生の器の役割なんですけれども、はい、この盤面ではもう器もあじゃない、組細工もできてもいらないですからね。はい、で7番の先生を選択し3人のワンドロー、盤面補強と、まあ、ドロー剣ですね。はい、そしてミシャさんのターンになっていきます。あ、ドロー、5枚目のランドはあるのか。あとエムラクールを引きましたね今。いや集いますね。エムラクールを引いているが土地が伸びていないのでなかなか出すことができません。さあ状況はこんばかんばしくないというか、早めにミシャさんとしてはと、そうですね、相手がちょっと都合よくその赤タンがかなり悪い引きをしている状況につけ込まないといけないんですけれども、歴史ってやっぱりちょっと遅いデッキというか、その毎ターンランドを置かないと手札のエルドラジャ出てこないですから、はい、そろそろ赤タンも一点構成という雰囲気ですが、まずは3点、ウィザードがいるときに1マナになる稲妻、まずの一撃ですね。そしてさらにさあコプター、回転を引き出していきます。さらに3枚目はなんだ、一番のオビリアシーノじゃなくてギトのヨガバシですね。もうすでに 2-2 速攻になっていることでしょう。そうですね、ただこれではならず者の生成と相打ちというところでしょうか、はい、そしてさらにめくっていきます。お、あーすごい、私の稲妻で、これは本体ですかね。そうですね、本体にめくってきましたね。これはアート、あ、これダブルセットですね。ダブルセットですね、これ。これじゃあ近視的入りましたね。あ、オッケー。あ、ダブルじゃない。あ、確認したところですかね。そうですね、確認入りましたね。はい。はい、そういうの即走、さ、まだ続くか。まあ、さすがにそろそろ、これで終わりか、うん、という。しかしこれコプターで、そうですね、はい。あ、動かないか、そうか、そこはもう。はい、6枚めくりましたが。霊気特権も6枚めくっていますが、あ、そうですね、実験のキャラも6枚めくっている。あ、お互いに、はい。さあ、3回目の。歴史の脅威、さあ3度目の将棋式になるか。ただもう当たりはないですよ。エムラ君引いちゃってますからね。3枚引いてますね。もうさすがにないでしょ。おっと、歴史の脅威張り替えですね。これ で、ね、歴史の脅威が落ちることによってエネルギーが2個増える、はい、2個増えます。そしてさらに組細工を探ると4個増えるのでもう1回回せるということでしょうね。はい、あ、で作為配置しますね。はい、検査を下げてエネルギー4つ増えてライフが3点減して、さらにもう1回歴史の脅威起動します。いや、恐ろしい動きですね、これも。そうですね、ただマナが伸びてこそ本領のデッキ、ランプに近いようなところがあるので、はいはいはい、そうなんですね、かなり苦しいとは思いますよ。はい、何かめくれました。おっと、エムラクールが見えてしまった。最後のエムラクール見えてしまいました。約束された週末エムラクール4枚目をめくってきましたね。はい、さらに、おっと、これコジェクの機関が墓地にあったことによって全体5点。さあ、先ほど実験の狂乱で出していたクリーチャーはこれで全滅、回転行き以外は全て全滅してしまいます。そうですね、これはターン終了時に出てくるエムラクール恐ろしすぎます。素晴らしい。さあ、さらにこれは厳しいですね。実験の狂乱を自戒させられた挙句に手札をゴミ、手札を見られてしまうとちょっとランドだらけなのがバレて、まあ、結構手札に火力が多かったようですので自分に打ち込んで負け、そうですね、13点くらいますからね。これライフ4ですよ。ライフ4、ラムナップの遺跡2枚から赤赤を出すと2点食らえるので、はい、15のフェッチランドを切らせられると、あ、これ発生の器起動しました。そうですね、ランドが欲しいでしょう。
おそらくこのターンは霊騎士の脅威 と、組細工のサクリファイスだけでしのげるという判断でしょう。さあこれで、霊騎拠点を手札に加えましてセットランドします。エネルギーが1つ増えました。さあ3マナ、ここは組細工を一気に下げるのでしょうか。そうですね、捧げましたね。そこで、エネルギー4つ増えて回避も戻りました。まあ殴るでしょうね。一応あ残りの当たりを数えてるんですかね今ね。そうですね、かなり減ってそうに見えますね。そうですね、一種かな、エムラ、ウラモグラモグと手札にあるので墓地に一種かなが1枚、はい、ってなると盤面を補強できるカードっていうのはもう一種かながデッキに1枚しかないので、あ、はい、殴らなかったですね。あ、殴れないか。一応そのあれですね、さターンをコントロールする時間がやってまいりました。これでドローして一通の溶岩橋が見えます。まあ、これはどうですか、自分に稲妻を打ち込む。そうですね、それで13点決めるのが一番早そうですね。ただ4マナで自戒すると残りが5マナ、ちょっと大変か。これでエードギトニオがもし出しましたね。出してコプターで殴る、コプターで殴ってチャンプブロック、そうですねという感じですかね。さあそうすると、コプターで手札の実験の狂乱を捨てることもできるので、なるほどなるほど、そういうこともありますね。はい、これで乗って余計なものは捨ててしまおうということでしょうか。あ、そう、ギトゥの溶岩柱がウィザードなのでこれで一気にマナの感情も楽になりましたね。でルーターするのでしょうかね。しますね、おそらくルータースタックギトゥの溶岩柱に打ちそうです、ね、乱撃弾で死んでしまって見てから乱撃弾もう1枚もらっても良さそうですけどね、これを。まあ、これは確実に今三島さん勝ちに行く、そうですね、展開に持っていこうとしていますね。まあもう組み算を、あ、手札に加えて、あ、そうか、はい、あれだって、ね、ルーターですね、ルーターしたんですね。で実験の狂乱を捨ててブロック、まあ、コフタブロックしてコフタは、やられてしまいます。そして4まで次回ですかね、次回しました稲妻と土地を反撃弾をプレイヤーに打ち込むと、そんな感じになりそうですね。そうすると5点入って次にエムラクールでまあ死ぬでしょう。血を切ってライフは16、まあ、残ってるのが4マナーですね。4マナーなのでデッキ内容確認に行きましたね。あ、そうですね、サイドボードは見れませんがメインボードを確認していきます。かなり薄いですね。結構かなりめくってますか、相当めくってるので、そうですね、ちょっと実験の狂乱を置いた後に2ターンほどめくりが弱かったターンがあったのが厳しかったか。なるほど、2マナで赤でダメージを食らって、ラムナットの遺跡はこういう時ちょっと残念な感じですね。プレイヤー自分でプレイヤーやって乱撃弾を自分に打ってさらに5点失います。さあこれさすがにあ、いや、まだ投了はしないですね。ドローはすると、ただ16点はどうやっても削れないか。さあここは投了ですね。やはり最後の最後でメラクールがめくれて、はい、しまいました。はい、まあそうですね、三島さんもかなり土地が止まって弱かったんですけれども、鈴池さんがやっぱり序盤にライフを削っていけなかった、そのずっとライフ20程度で高止まりしてしまっていたので、はい、かなり厳しい、赤谷にとって厳しい展開だったと思います。なるほどなるほど、やっぱりテンポよく序盤から殴っていかないと赤谷には勝ち目がないというか、はい、そうですね、結構除去もかなり刺さっていた感じでした ね、はい、コジェックにたコジェックの機関も2回打たれていますし、竹林稲妻と形で、ちょっと序盤に展開があまりできてなかったっていうところもありましたね。そうですね、霊騎士の脅威側はやっぱり序盤にちゃんとコプターを倒せたのが大きいのかなというところで。なるほど。さあ鈴木さんのサイドボードですが、ここは何を入れていくんでしょうか。あ、魔術刀メガネがすごいですね、4枚も入ってる魔術刀メガネ4枚ということは霊騎士の脅威やはり指してくるんでしょう。そうですね、2枚目以降は食目士の組細工などを指定すればいいので、はい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 、困ることはないでしょう。たくさん入れてもそうですね、加冠もしますし、はい、コプターで捨てればいいということを考えると、うん、いいのかな。通常2枚程度の採用だと思うんですが、魔術刀メガネというカードは、
はい、ここ4枚。いや、引きたいんでしょうね。はい、はい。どうしても引きたいと。霊気の脅威というデッキをかなり意識していると。そうですね。あとは一応なんですけれども、はい、3枚目、本当に3枚目、4枚目以降の話なんですけれども、はい、あの自分の実験の狂乱を指定しておくという手もありますね。あ、エムラクールで。そうですね、コントロールを取られた時に実験の狂乱が自壊してしまうので、はいはいはい、それを防ぐために、まあ、本当に3枚目、4枚目と腐ってしまった時に、うん、本当にあの指定するものがないならですけれどもね。なるほど。対して三島さんは、この赤田に対してどういったサイドボードをしていくでしょうか。そうですね、否認と破滅の時、そして追加の錯覚などの除去を追加してくると思います。はい、否認はサイドボード2枚取られておりまして、錯覚と、破滅の時はそれぞれ1枚ずつ採用されております。そうですね、あとは魔術刀メガネの存在を知っているならコラガンの命令を追加してもおかしくないですね。はい、コラガンの命令も2枚の サイドボードに採用されておりますので、メインにコラガンの命令1枚入っているのでそれは残しそうですね、はい、なるほど。結構長期戦を見据えたカードなどはサイドアウトされて、こういった除去というか序盤を耐えしのぐカードがサイドにされるという感じですかね。はい、はい、さあどうなるか。石田選手がまずは決勝ラウンド1本取っております。まあ、スイさん、先ほどの準決勝はですね、まあ、メインボードでは1本取られておりましたが、その後サイドボードでは2本ずつ日本で練習しておりますので、まだまだどうなるかわからない展開となっております。まあ、歴史の脅威を起動できるかどうかというところがやはり一番。あ、いや、そう、いや、あまり。そうですね、やはり赤タンというデッキの、はい、うん、いや構造上の問題ではないんですけれども、はい、あの墓ボケ軍も石かながお供を連れてくると、はい、どうしても全部地上も空も全部止まってしまうので。あ、到達持ってますからね、はいはい、それまでにいかにライフを削るかというところが勝負になってくると思います。はい、まあ、こちら5マナのカードですので、はい、まあ、数出しも普通にできる。そうですね、普段に来てしまっても乗られる、はい、もちろんだから霊基地の脅威はもちろん、それが一番いい勝ち手段ではあるんですけれども、はい、やっぱり4マナで、不確定な、アクションということで、はい、結構それ以前に4マナ行く前に負けてしまうことも多いにしてあり得る展開なので、はい、フィニッシャーとしての信頼性は一種かなの方が上かなという感じで。なるほど。だからその前にやっぱり3マナの全体除去があの歴史の距離から飛んでくるか、それまでにいかにしてライフを削れているかというのが赤団にとって重要なんだと思います。はい、なるほどですね。さて、タイム第12期フロンティア神挑戦者決定戦の決勝ラウンドの模様をお送りしております。決勝ラウンドに残ったのは霊気の脅威を使いますので三品亮太さん、対するは赤田を使用する鈴池文康戦となっております。一本目は三品亮太さん、霊気の脅威が一本取っております。私もそうですね、あの前回のフロンティア神挑戦者決定戦の時は、はい、霊気の脅威で優勝したんですけれども、はい、あのその時のデッキを組んでくれたのがこの彼三品亮太君になります。三品さんとお知り合い、はい、あの調整班を組んでいるというか、一緒にフロンティアをやっているので、はいはい、私にデッキをシェアしてくれて、はい、前回の時も彼はこの歴史の距離で一緒に出ていたんですが、はい、惜しくも9位ということで、あ、なるほど、今回こそあのであの権利を取って挑んでくる、やるぞという意気込みを聞いていたので、はいはいはい、ちょっと歴史寄りの実験の解説になってしまったかもしれないんですが、すいません。まあ、ここはあれですね、フロンティアやり込み勢と、まあ、一緒にやってます。鈴木選手もハレルホープスということでかなり実力のあるプレイヤーで、すごいですね。いや、もう先ほどのあの、原根さんとの、見どころヘビとの試合の3本目などはもう痺れましたね、はい、素晴らしいプレイヤーだと思います。はい、シャッフル顔をしています。さあ決勝戦、なかなか見応えのある試合になっております。そうですね、お互いにちょっと手札的な問題はあったんですけれども、はい、そうですね、実験の狂乱と歴史の脅威がぶつかり合った結果、ちょっと歴史の脅威の方がめくりが良かったというところでしょうか。はい、しかし実験の狂乱やっぱすごいですね。あれだけ動かなくてもなんかこう勝ってしまいそうな勢いがあったそうですね、はい。そして周りがんじ帰ります。鈴木さんはこっちが2枚でかなり良さそうなハンドですね。三品さんどうでしょう。はい、お互いキープですね。はい、鈴木さん、フェッチランド置いてさらの終了です。あ、また1マナクリーチャーがないのか。そうですね、はい、スタートとしてはちょっとゆっくりめ、そうですね、赤谷にしては、いやちょっと残念、残念というか、あのそうですね、一番やっぱり一番のクリーチャーを展開していくデッキ
なのでフロンティアってやっぱり1マナクリーチャーが弱いんですよね、はい、多分なんですが赤タン以外の1マナクリーチャーというと本当にスレイベンの検査官がまあ強いんですけど、 それ以外がないというか、あなるほど、はい、それ以外に有力なクリーチャーが存在しなくて、その全てプッシュでいい感じにやられてしまうんですよね、はいはい、もちろん赤タンのカードもそうなんですけど、本当にあのなんとか有力な1マナが少なくて、しかも除去に弱いということもあって、はい、赤タン以外にその1マナが強いデッキがあまり少ないフォーマットあるんですけど、その赤タンがちょっと1マナクリーチャーを出せないとなるとかなりテンポ面で悪い状況ではありますよね、うん、はい。で三下さんのエンドに鈴木さん、フェチランドを切って山を出します。さあ2ターン目から展開していけるでしょうか。まあさすがにじゃないとキープできないと思うのでそうですね、マリガンしてなかったですし、しかし7枚キープか、まあ、遁走する女王規則が手札に見えますので、それをちらを展開していくように見えますね。そうですね、先手ですとあの特に先手か、先手ならばなおさらなんですけど、遁走する女王規則、タフネス4まで育ってしまえば、全体除去で流されることもなく、はい、非常に強力なクリーチャーになってくれるでしょう。はい、遁走する女王規則展開しました。さあミサさん2ターン目はどういう展開になっていくでしょうか。あ、チクレイナズは持ってるから即除去ですね。これがちょっと痛いですね、はい、これでエネルギーが2個増えつつ相手のクリーチャーを除去できると、はい、これおーっと来ました、噂のマジュストウメアガネ、はい、さてヘーダーを確認して間に合ったか、起動型能力名前を指定して封じます。さあ歴史の脅威が出たりありますね。ありますね、まあ、ここは歴史の脅威をもちろん指定するでしょう。指定するでしょう。いいですね。ただ相手の反応も強いな。3ターン目の展開もかなり、あ、いや違うか、青物がないですね。まだ、謎の生成は出てこないか、はい、ただ普通にデイキとの調和を打たれてちょっと厳しいというところでしょう、うんうん、なるほど。さあここはデイキの距離指定しました。そしてターン終了です。さあ三島選手ちょっとこれからのテンポが悪いですね。テンポがアクションこれで島を持ってこなければ本当にアクションがなくなってしまうので、はい、ただ、はい、そうですね、長引けば長引くほど本当にレイキチにとって有利になっていく状況なんですが、はい、一応マジストメガネの設置で最悪の事態は免れたといったところ。なるほど。しかしライフ19ですからね。しかもクロックが盤面にない赤タン、かなりここからライフを削っていくのは大変だと思いますが、はい、さあこうプランとしては発生の器を置くかレイキチの調和、はい、調和は先に打ちましたね。そうですね、器を置いたとしても緑マナがないから、まあ、このターン起動できないですからね。まずは土地を整えていくと。そうですね、状態を。じゃあこれで3色出るようになりました。そうです、ね、でエネルギーも6つ溜まっていますの で、 そうです、ね、霊騎士の脅威、マジストメガネが破壊されてしまった場合は即起動ができる状態になっています。さあそこで島をセットランドして3終了。さあここから赤タンライフを詰めることができるか。おっと手札にかなり除去が溜まっているように見えますね。クリーチャーがいないか。そのパターンは本当にあの組細工1枚でそのアドバンテージを奪われてしまうというか、はい、その相手の組細工とその火力2枚が1対2交換されてしまうような展開なので、はいはいはい、かなり良くないですね。なるほど。さあの組細工というカード1枚が6点分なので、はい、さあここで、ナルズモの生成矢でワンドローとエネルギーが2個プラスされました。さあここであと、乱撃弾で返すと。そうですね。一応いて、ターン終了です。さあ、クリーチャーか何か引きたいところですね。いや、今、極上の演技が見えましたけれども、はい、かなり火力をサイドインしているように見えますけれども。バーンする展開に持っていきたいということですかね。マジストの目なんで、食目死の組細工を指定することを前提としているなら、まあ、理解できますね。あとはあれですね、実験の強化どんどん軽くめくっていくっていうパターンもありますね。全体塾が多いのを多分見てると思うので、はい、信頼できるアタッカーしか用意せずに火力で、はい、実験の強化を置いた上で無限の火力で勝ち切るというプランなんでしょうか。さあどうでしょうかね。まあそうですね、除去は相手が多く入れてるならそれをすからせることはできますよね、はい、プレイヤーに打ちそうな感じではありますが、そうですね、プレイヤーに打ちますね。稲妻の一撃でライフ16ですかね、はい、削りバーンですね。ただここに本当に1マナ加冠クリーチャーがいれば最高というところだったので、はい、さあちょっとクリーチャー引かないですね。いや
本体に火力を打ち込むアクションが、はい、打点の向上につながるというのは果敢の本当に強力な部分なので、はい、果敢クリーチャー欲しいところです。いや欲しかったですね。厳しいか。さあこうなってしまうと石かなトーカーが出てきたらそれとクロック勝負しなきゃいけないんですよね。はい、ここでナラゾン生成やそこちらのワンドローが、あこれ多分ミスですね。山、あなるほど、山を寝かせる理由がないので、あの違うか、神殿を寝かさない理由がないのか、はいはい、まあ、ちょっと色がちょっとそうですね、出ないかも。まあでもアクション決まってるからいいのかな。あ、ここで組細工出てしまいました。これ3点ナイフゲイン。そうですね、そうですね、この展開だと本体に火力を打ちづらい。うん、ここで B やシーノのレンジです、ね、2点ダメージ、4点と、まあ4点分のダメージ、はい、次殴っていければ4点になるんで、まあそれに生成やと相打ち取ってもいいですし、はい、ここで昇意流を本体ですかね、これ本体に打ちました。はい、なるほど、これはナラゾン生成やと、まあ、B やシーノで交換する予定なんでしょうけれども、あ交換しましたね。ここはおっと、ここで石かな出ました。してますね。こうしてる、土地クリーチャーインスタントソーサリー、はい、はい、綺麗にこうしています。35と12が3体、うーん、6点クロック、はい、ライフゲインあり。いや、やはり霊騎士との脅威、あ霊騎士の脅威を封じるのは確かに前提かもしれないんですが、それにしてもクロックがないというところがかなりちょっと厳しいですね。まあ、この起動型能力を使う盤面もまあ出てくるかもしれないですね。あとは4、まあ、ブロックしつつ、ブロッカー立てつつ、ああそうですね、うん、いやしかも殴りながら使ってもそのブロックが4点ただただ増えるので、なるほど、いや次のターンに4点またルーズってなると、そうですね、何体殴るのかかなり興味深いところですが、これ8000のツバですね。いやこれで組細工めくってもいい、エネルギーを使いつつ緑マンド出し、ハセノザ使います。エネルギーは13、ね、あとコラガンコマンドはミサガ、コラガンコマンドはボチですね、はい、パーマネント手札に加えることができますが、はい、インスタンソーサリーは蒸気効果フェッチのみというところで、そうですね、インスタンソーサリーは手札に加えられない、はい、ので、まあ、ここはそうですね、土地だけという形ですね。はい、蒸気効果手札に加えました。ここではボチに行きます。そうですね、結構、フェッチしたカードが多いので、ここで蒸気孔を加えておかないと、そうですね、フェッチランドを加えると結構枚数が怪しいのかな。計算してますね、今。殴り合うか。おっと、1、2で殴りますね。1、2で3体にアタックと。そうですね、速攻クリーチャーは全部石金で止まるので。はい、ここで、火力を投げていきます。ライフは3減って残り8。いやー、しかしまあフェッチランドを切ってから組細工で実質10ですかね、7から3点ゲインあるので、いやーちょっと厳しいか。まあ、組細工があることによって実質ライフは10になったですね。あ、横で出しましたね。横で出すと次のターンから石金を起動したいから、ちょっと、あ、いや蒸気孔を縦で置きたくないか。本当は違うのしますかね。そうですね、黒マナは霊気拠点から出せるので、はい、そうですね、組細工の起動優先するでしょう。はい、はい、起動しますね。ライフ3点を得て、さらにエネルギーが3つ、ライフが10に戻ります。やっぱり盤として振る舞うとちょっと分が悪い勝負ですね。組細工はちょっと2枚引かれてますから ね、もう12点のライフをそうですね牽引されていると。そうですね、もう原点だったら死んでる20点削ってますからね、確かに。さあここでおっと3点か。トークンを3体手に取ってアタックしました。3点。さあじわじわとライフを削っていきます。そうですね、これで11点ということは7点で、そうですね、このターン起動石間能力を起動して4点ルーズ、はい、開始のターンフルパンして、6点通ればもう1回4点ルーズでゲームが終わってしまいますね。そうですね、さあ結構かなり厳しい勝負となっています。鈴木選手、やはりクロックが引けなかったか。はい、ここで7点、7万払って、クモの数だけライフルーズということで4点ライフをしない、残りがライフ7、はい、これ次アタック全部食らってしまいますと。そうですね、はい、起動して射程圏内ということで、はい、アクションなし、アクションなしですね。はい、ドローしてクモ1体だ と、アタックした時にダメージを食らう前に火力を打つとスタックの
起動でまた足りてしまうので、はい、ここで調和落ちましたね。調和落ちましたね。火力打つならもう今しかないんですけど。さあ置かれて、アタックが、さあ穴のある状態でフルパンするか。さあ4体アタックしました。さあこれ6点。そして起動で、起動で、はい、はい、というわけで。第12期フロンティア神挑戦者決定戦優勝したのは歴史の教を使いました三品亮太さんです。おめでとうございます。